わしのケラウノスを取り戻してくれて感謝するぞ。やはりお前たちの力と知恵は素晴らしい。神を撃つ準備は整った。だがその前に魔王を撃たねばならぬの。オロチね、倒すのに異論はありませんが、一体どこにいるって言うんです？破壊神の元へ向かえ。さすれば奴も現れん。オロチは己を滅ぼす強者を求めて、もう一人の自分である破壊神に挑むか、もしくはそれを倒した者と戦おうとするはず。うん、破壊神を倒せばユグドラシルの生成も阻止できる。試してみる価値はありそうだな。うん、よろしく頼むぞ、オロチ。またお主と戦うことになるとはの。雪村たちの熱意がロキを再び動かした。ロキはケラウノスを連合軍に引き渡して去る。これでオーディン打倒の下準備は整った。連合軍はすぐさま破壊神のもとに向かう。そこにはオロチもいるはずだった。破壊神を倒しユグドラシルの完成を阻止する。そしてオロチを倒し腕輪に力を込める。これら高く分厚い壁を人間たちは越えなければならない。ところでオロチとは一体何なんだ？何故滅びを求めている？奴はもともと我らと同じ戦界の住人、名を王竜といってな。正義感が強く武勇に優れた少女だった。それがなぜ滅びを願う魔王に？悲しい行き違いで奴は天帝に刃を向ける大罪を犯した。その際魔物を封じていた心境が悪い。悪しき気を一身に受けた王竜はオロチへと変化した。わしらは何とか奴を捕らえたが、罪が罪だけに永遠の罰を与えることとなった。それを逃がしたのがダッキじゃ。永遠の罰から逃れるために世界を創造せし魔王オロチよ。その輪にこの信長が立ってくれようぞ。そうじゃな、それこそがオロチの望みでもある。みんな全力で奴を撃ってくれ。彼らをユグドラシルに近づけるつもりか、オーディン。さすがの人命だな。まずはあそこにいる破壊神を撃つ。我も復帰と共に続かん。わしらがあの破壊神に近づけば、もう一人のオロチきっと現れる。うまくさ、龍馬軍と戦わずに済むやもしれん。龍馬軍手を出さずに動く。相手はいずれも豪の者。気を引き締めてかかるぞ弁慶。抜かりはねえよ義経様。いい獲物がわんさか手に入りそうだぜ。急がねば、ユグドラシルの完成は近い。地獄を呼ぶにふさわしい不吉さよ。魔王が力を持って強じよう。うぬがぶ見事ぞ。ラッキアの目論みはよく知らん。だが世話になった恩義は報いねば。
それでためらいもせずに神を敵に回すか。人間とは実に面白いよ。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。奴らも散々こき使われたからな。これまでの非礼を詫びてもらおうか。簡単に頭を下げるような連中とも思え、こちらが膝をつく羽目にならねば。俺が遅れを取ると、これ以上ユグドラシルに近づけるな。進め。破壊神への道はまだ開けんか。悠長に構えてもおれんのじゃの。使えぬわけではないようだな。姫だ、囲んじまえ。押しつぶしてあの方に屍を捧げるのだ。龍馬との戦い避けられん。奴は必ず劣勢よ。オロチ様、こっちのオロチ様まで。待ちわびたぞオロチ。いや、あっちのオロチ様まで。龍馬どもよ、我に挑め。前も後ろもオロチ様。もう最悪だ。全軍進撃しろ。一生撃ち取るぜ。結局奴が来ても龍馬軍とは戦わねばならない。このままでは挟み撃ちじゃの。龍馬軍は引き受けよう。お前たちはユグドラシルを狙え。アレスも気が回るようになったものだ。いい神になれるだろう。オロチ様と本気で戦うなんてドキドキしちゃう。ほらあんたたち、手を抜いたらギタギタにするわよ。ガッキ様も本気か。叱るまい。今日のダッキちゃんの目がマジや。エラちゃんたちかわいそうになってきたわ。ずいぶんと張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。おお、やるな。その調子で以後も励むのじゃぞ。織田軍の各屋途上苛烈なよう。さて龍馬に同情は無用か。うん、良い働きだな。褒めて使わそう。足りぬ。この程度では我は滅びぬ。さあ相手になるぞ。これほどの対戦見たことがないな。いやあ驚いた。オロチも大したものだ。父上、感心しておられる場合ではありません。オロチは私と対戦に何度も戦い抜いてきた。人間こそ驚くべき存在だ。メッシー、そら加減はせぬぞ。可憐な少女や表なめとったらいてまうで。魔王よ、ようやく滅びをもたらしに来たよ。信長の望みは滅びにある。共に駆け歩みを進めよう。貴様は変わらぬ。何度会おうとな。やっぱりこっちのオロチ様がいい。この感じ、ゾクゾク来ちゃう。我に挑む。そう、それそれ、もうたまらない。やっぱりついていくならこっちのオロチ様ね。貴様らなら滅びを呼べそう。連れのオロチ
様も宿願は同じ。仕掛け獣はロビアのため。トッテッタ！清盛の操る怪物、我が滅ぼさん。オロチが怪物を抑えている今が来ぞ。ノモリを撃たん。よっ、すげえ。清盛のおっさんのとこには行かせないぜ。ほら怪物ども、炎をお見舞いしてやんな。ほっ、せっと悟空め、よほどこの世界と相性がいいらしい。さっさと終わらせればの。やらせに。よっ、まあまあそう急がずにさ、ここで俺と遊んでちょうだい。人気者はつらいよ。それなりの腕だが、まだ未熟よ。さらに励め。誰も真似はできない。うん、良い働きだな。褒めて使わそう。沈め。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。攻撃！やられちまったか。大三と。この程度で我が満足すると思ったら、我が輩が直々にお相手を捕まえる。我が宿願、ここに成就せん。清盛を撃てば目指す者に届こう。押されているか、完璧して無様は晒せぬ。自殺の実践とり、我が愛を生かす絶対の伸びの時まで再び炎をせん。来るもはや滅びは避けられぬ。それなりの腕だが、まだ未熟よ。さらに励め。いよいよ終わるな。貴様らには世話をかけた。オロチ、オーリン、まさかの。我はオロチであってオロチにあらず。世界の意志に従い世を滅ぼす者。連合軍に加われば栄達の道が開けるはずだった。人気者はつなぜ二代なの。私がオロチの相手なの。俺に盾つくと生意気な奴らめ。任に当たろ。とカビーヌ、全てを破壊するまでも。奴の力が増幅しておる。あの木と共鳴しておるのか。人も神も全て滅びよう。滅ぶのは貴様と我。オリュンポスの神がこのようなところで。強者よ、我を超えよ。
ザル、清盛、我と共に来い。よい、その清盛、地獄までもお供する所存。私を呼んでくれるなんて涙ですわ。この力全部オロチ様のために使っちゃうわ。誰の真似はできない。オロチ、望みを果たさんとするか。おい、おじさんと行こうか。はい、よい。そばにいたかったのか。人界の強者よ、我を滅ぼす。うぬがぶ、見事ぞ。俺に立てつくと、生意気な奴らめ。さらばだ、オロチ。いや、オリュウ。オロチは永遠の眠りについたか。今度こそ安らぎの時が妨げられなければいいがの。うん、奴の悲願見届けたい。この異界は魔王が己を滅ぼすための舞台。滅びを恐れる神が兵器とすべきものではない。しかしまた魔王が蘇るとは思わなかったよ。もう二度と会いたくないものだな。あら、それはどうかしら。ダッキー、まだ諦めておらんのか。もちろん、オロチ様と一緒に遊ぶのって最高に楽しいんだもの。さっきの戦いもすごく刺激的だったし。ジャンヌ、全力を尽くした者の我が輩たちは、そしてオロチ様は敗れた。もはやオーデンにつく意味は皆無。ウケン。オーデンってさ、強そうだし戦ったら面白そうじゃない。そもそも俺たちヨーマはオーディンの配下ではない。ただ魔王オロチ様に従う存在よ。このままでは俺たちヨーマもいずれ力を吸われて消されるかもしれぬ。あんな神の餌にされるなどごめんだ。とにかくオロチ様が復活するまで私たちもあんたたちも滅んじゃ困るの。だから一緒にオーディンを止めてあげる。実に身勝手な言い分ではあるが、戦力が増えるのは歓迎する。オーディンという火種は厄介極まりないゆえな。味方に引き入れヨーマを縛るか。それもよい。ちょい待ち、ダッキちゃんがそっちに行くならうちもついてく。俺も怪物に襲われていたところ、ダッキに救われた恩義を果たしたかっただけ。
よければ共に戦わせてもらいたい。俺様はもちろん義経様に従うぜ。ずいぶん面白い陣容になってきたな。人間、神、仙人、妖魔、烏合の衆が神を超えるか。